私は母国モンゴルの国立教育大学の日本語専攻を卒業しました。で、大学3年の時に初めてボランティアで日本に来て、東日本大震災の被災地の状況を自分の目で確かめました。そこで私、自分のぼんやりとしてた日本語力も現地ではっきりと確認できたので、日本に留学してもっと話せるようになりたいと思って留学を決意しました。日本語学校で2年間勉強もして、言語は学びましたが、もっと日本のことやビジネスに関することを勉強したいっていう思いが強くなって、でそれで早稲田大学の大学院経営管理研究科を受験しました。本当に難関大学っていうイメージがあったので、最初は自信なかったのですが、早稲田大学に入ればもう社会人の学生や外国人の学生に出会えるし、幅広い勉強ができ、今後の就職活動などにもとても役に立つと思ったので、精一杯やりましたね。で、今は入山ゼミでグローバル経営の勉強をしています。自分の国の話をみんなに聞いてもらえたらなと思って ICC に参加しています。で、年に1回大阪の、その早稲田の付属中学校があるんですけど、そこで行われる異文化交流の出張授業があって、そこでモンゴルの歴史やそして日本とモンゴルの文化の違いなどを話しました。で、最初はうまく話せるかなってすごく不安でしたけど、生徒たちは興味を持って聞いてくれて、そして応援してくれるので、本当にやりがいがありました。早稲田大学大学院では勉強はもちろんのことで、国際理解の面でも各国の留学生から本当にたくさんの刺激をもらっています。日本からももちろん、世界中の国から優秀な学生が集まる大学なので、本当に充実した2年間を過ごすことができています。早稲田大学の受験にあたっては本当に無理かもしれないで悲観的になる時期ももちろんありました。 でもその時受験してなかったら今の私はいなかったと思います。早稲田大学に入って本当にいろんな勉強ができて成長することができたので、よかったと思っています。皆さんも諦めないでチャレンジしてください。早稲田早稲田です。